明王大学は沖縄県名護市安田ためまた1220番地一に本部を置く日本の公立大学である。1994年に設置された。大学の略称は明王。県北部への高等教育研究機関設置を強く求める住民の要請により、沖縄県名護市など周辺自治体が拠出した資金で設立される。二千十年三月十一日まで。 学校法人名護総合学園が運営する公設民営方式による私立大学だった。現在は名護市と県北部の町村が設立した一部事務組合である北部広域市町村県事務組合が運営法人である公立大学法人を設置する形をとっている。自治体名や地域名などを付さない珍しい公立大学で同様の例として国際教養大学、 大学院大学では、産業技術大学院大学、情報科学芸術大学院大学がある。志願者数は2005年以降減少傾向が続いていたが、2010年4月以降公立大学への移行に伴い増加に転じた。シンボルマークスクールカラー効果、産科学部、学軍大学院専攻科付属施設科技の大学とは交流協定関係にあり、 単位互換や実習を伴う授業での交流、教員、学生の学術交流等が行われている。国内2009年2月26日付、琉球新報名王大学、お問い合わせ一覧企画部に、公立大学法人化準備室が掲載されている2009年11月23日、付琉球新報、公立大学に変わります。設置構想国際学軍会組、 人間健康学部進学科最新情報、明王大学、明王大学、2021年4月3日閲覧、ありがとうございます。